鈴木祐介は、日本の陸上競技選手。専門は競歩。2012年ドンドンオリンピック日本代表、20km 競歩において2011年世界、陸上テグ大会8位、入賞。2014年ニガワアジア競技、大会銀メダル獲得。50km 競歩において、世界陸上同派大会優勝などの実績を持つ。2020年時点で、 男子 20km 競歩の世界記録保持者である、石川県のみぐん辰野口町出身。辰野口町立辰野口中学校時代から陸上競技を本格的に始め、競歩選手としてスタートした。中学校時代には 3000m 競歩で12分42秒34、5000m 競歩では21分48秒49の中学最高記録をそれぞれマークした。 石川県立小松高等学校に進むと、ジュニア世代の国際大会に日本代表として出場するようになり、2004年のアジアジュニア陸上競技選手権大会、2005年の世界ユース陸上競技選手権大会にそれぞれ1万メートル競歩で出場し、全国高等学校総合体育大会でも優勝した。2006年に順天堂大学へ進学。 同年の世界ジュニア選手権では1万メートル競歩で3位となり同メダルを獲得した。2009年、世界陸上ベルリン大会2 0トル競歩に同大会初出場を果たしたが42位だった。2010年に大学を卒業し、富士通に入社。同年の杭州アジア競技大会では5位入賞に止まり、メダル獲得はならなかった。2011年、 世界陸上テグ大会 20km 競歩に出場 15km まで先頭を走る積極的なレースを進めて終盤失速したものの1時間21分台で8位入賞を果たす。日本陸上競技連盟の選考基準を満たしたことにより翌2012年ロンドンオリンピック日本代表選手に内定が 金メダルを狙うと宣言した、ロンドンオリンピック本番では36位に終わり、五輪入賞も遠く及ばなかった。2013年2月17日、兵庫県東名田区で開催された第96回日本選手権 20km 競歩で1時間19分0に、秒を記録して2年ぶり2度目の優勝を飾り、柳沢明が保持していた、同種目の日本記録を13年ぶりに更新した。 だが、世界陸上モスクワ大会は12位に止まり、2大会連続の入賞はならなかった。2014年に川アジア競技大会では1時間20分台の記録で2位入賞を果たし、銀メダルを獲得。2015年3月15日、全日本競歩のみ大会で1時間16分36秒の世界新記録を樹立して優勝した。これは、 日本の男子選手が50年ぶりに打ち立てた陸上競技の世界新記録であった。同年、中日体育賞を受賞。しかし、優勝が期待された2015年8月の世界陸上北京大会は、本番前から地骨炎の影響と、及びレース中痛み止めの副作用による炎の悪化により、結局 11km 付近で途中棄権に終わった。 2016年3月16日、リオデジャネイロ五輪の最終代表選考会の全日本競歩のみ大会を欠場すると発表した。股関節痛が感知せず、十分な練習ができなかったため、メダルの有力候補だった鈴木のリオ五輪日本代表選出は消滅した。2017年8月開催の世界陸上ロンドン大会にも故障が、 未だ回復しないとの理由で、全日本競歩のみ大会を、欠場、5大会連続の世界陸上日本代表入りは、ならなかった。それ以降も治療、リハビリに専念し、2年9ヶ月にわたって、公式試合への出場がなかった。2018年5月に試合へ復帰。2019年3月の全日本競歩、のみ大会では4位に終わり、20キロでの、 世界陸上出場が消滅。しかし、距離を50キロに変えて挑んだ4月の日本選手権にて、日本記録となる3時間39分7秒で優勝。世界陸上ド派大会の日本代表に選出された。同年9月28日の世界陸上ド派大会男子50キロメートル競歩ではスタートからほぼ、単独首位を守り通して4時間で4分20秒で優勝。 オリンピック世界選手権を通して日本競歩史上初となる金メダルを獲得すると同時に2020年東京オリンピック競歩日本代表選手に内定した2020年8月20日入籍した2021年6月22日コンディション不良のため東京オリンピック代表を辞退することを発表した2018年2月9日に 所属先の富士通より、鈴木が、日本陸上競技連盟の強化費、約30万円を不正申請したことが、判明、2017年10月1日から2018年3月31日までの、6ヶ月間登録会員資格停止処分を受けた、ことを発表した。鈴木は、2015年の男子20、キロメートル競歩世界記録達成及び、 同年世界陸上北京大会日本代表選手の実績で翌2016年度に強化選手として最高のゴールド指定により年間1000万円まで費用を受け取ることが可能だった。だが2016年10月から2017年3月の約半年間、東京都内の治療院に150回通院の交通費申請を実際は 都内の親族宅から通っていたが、偽って千葉市内の選手寮からと報告。さらに通院していない8回分の治療費も請求していた。強化費は実費を申請し、支払われる形式だが、陸連の申請内容確認作業中に不正が発覚、鈴木は申請全体を取り下げた。鈴木は富士通を通じ、今後は競技者、社会人として、 あるべき姿を考え行動する所存とコメント。ありがとうございます。